この匂い。加賀谷修一、これあんたのスマホね。やっぱりいたじゃない。今まで誰も信じてくれなかったから、私の頭がおかしいのかと思ってたけど、こんなところに隠れてたなんて。聞かせてくれない？興味があるの。あんたみたいな化け物に。あの人の匂い。違う、こんなことしてる場合じゃない。スマホ取り返さないと。ない。化け物。正体がバレたら学校で暴れるんじゃないかって期待してたのに。ちょっと残念。スマホ拾ってくれてありがとう。あら、棒読み。けどさ、化け物って何のこと？たとえ変身した姿を見られたとしても、それが僕だって証拠はどこにもない。ましてや彼女はあんな状況だったんだ。意識もぼんやりしてただろうし、幻覚を見たことにすれば。今朝も言ってたけど、何か見たの？そっか、どうやら私の勘違いみたい。スマホ返すわ。けど変ね。確かに見たような気がするのよ。化け物が私を犯そうと。丸見えだけど。うん、どうしたの、ナナ。幻かな。